嵐子川は愛知県名古屋市中川区、港区を流れる普通河川。河川延長 6.7km、流域面積6.5平方キロメートル。中川区八田町の八田公園付近から発して、中川区と港区を流下、港区11屋にある嵐子川ポンプ所によって、名古屋港に強制排水される。かつては愛知郡中村大技稲鉢、あるいは美和島村。 日筆村周辺の悪水を源としていた悪水路で上流部は柳瀬川と呼ばれ、荒小村以南を嵐小川と呼んだ。現在では柳瀬川の区間は暗渠化されている。なお、江戸時代の地市、群村淳航期には稲鉢村で庄内用水の西筋を復越によって通していたとの記述があるという。年、名古屋市によって堀川や中川、 山崎川や大江川と共に運河とする都市計画が策定され、中川運河改作事業については1924年6月9日に内閣の認可を受けた。中川運河は1926年に寄港して1930年に竣工している。嵐子川運河については、川口から900メートル部分より真北に改作し、八熊線に沿って投進。 中川運河と結ぶ計画であったが、運河改策に関する市長の諮問に、名古屋市会での同意を得られず、計画は進まなかった。1953年、福音60メートルで、関西線八田駅まで延伸した上で終点に5万7000平方メートルの船溜まりを設けるとともに、合わせて、港区当地町から福音80メートルの支線を、 西に改作して省内側と結ぶとする都市計画変更が行われ、翌年に都市計画事業決定がなされた。1955年、中川運河との接続計画について、名古屋港管理組合が事業着手。翌年3月には、名古屋市が運河を含めた939.8ヘクタールについて都市計画決定を行い、1959年3月に、 嵐ラ川南部土地区画整理事業が、1962年3月に、大津の土地区画整理事業が着手された。しかし、昭和37年度には、都市計画の再検討が始まり、工業地帯とする計画であった、運河周辺の宅地化や公害問題、水運から陸運への輸送手段の変化などを鑑みて、1965年8月には、 庄内川連絡運河伊北八田駅までの運河計画が廃止されて、高点に6.5ヘクタールの船だまりを建設する計画に変更。さらに1967年9月には、庄内川との連絡運河計画も廃止された。1979年、中川運河との接続部分について、中川運河の支線に変更現在、嵐小川運河の名は、支線部分にのみ残る。 戦後、流域の都市化が進んだことから流量が減少。さらに、昭和30年代以降、流域での地下水組み上げによる地盤沈下が進んで、自然排水困難となったこともあって、水の滞留を原因とするアオコなど、植物プランクトンの大量増殖による水質汚染がたびたび発生した。昭和40年代以降は、下水道の整備に伴って、 護岸の改善などが進められ、川口へのポンプ所設置や、嵐小川公園の整備も行われるなどしている。現在の主な水源は1990年に導入された名古屋市上下水道局脱出水処理センターの処理水と中村区にある三菱重工業及び三菱科学からの工場排水。また、1989年から省内用水の余剰水を 水質保全導水路を経由して、直接導水している。これらの結果、水質は若干改善された。なお、4月から9月の灌え期には、省内用水から2万立方メートル、日の流入がある。近年、外来魚である、ナイルティラピアの異常繁殖が問題となっているが、これは処理水や、工場排水の水温が高いためであるという。ありがとうございます。